あ、一旦セーブをつけました。で、腑に落ちなかったのであの選択肢まで戻ってやり直そうかなっていう風にも思ったんですけど、どうも今までのがプロローグみたいで、ここから第一章が始まるっていう感じみたいですね。なのでそのまま新章に進む、これを選ぼうかなという風に思います。じゃあ、はい、ここからが第一章か。ガタンゴトン、ガタンゴトン、規則的な振動が体に伝わってくる。心地のいい揺れだった。これはまた主人公は変わったのかな。このスイカっていう作品は章ごとにヒロインと主人公が、変わるみたいなんですけど、眠気を誘うような、プロローグの主人公と説明書に書いてある第一章の主人公の名前が違ったので、多分そういうことなのかな。俺は窓の外を流れる景色にぼんやりとした視線を送っている。細く開けた隙間から流れ込む風がとても気持ちいい。緑ばっかし。俺が住んでいる、というか住んでいたところとは大違いだった。田んぼ、畑、緑でモコモコとした山、その合間にゆったりとした感覚で家が集まっている集落が登場してくる。そしてそれらを見下ろす真っ青な空。ガタン、ゴトン、なんだか眠くなってきた。窓から視線を外し、俺は座席に深々ともたれた。腰が前に移動し、膝が目の前の人物にぶつかりそうになる。目の前の人物、俺の母さん。お母さんと来たのか。寝ているんだろうか。母さん目をしっかりとつむっていて、ピクリとも動かない。寝顔というよりは、石膏でできた展示品といったところだ。そして、展示品のタイトルはズバリ。不機嫌。粋な表現をするな。眉間にはくっきりとした縦シワが刻まれている。ぐっと歯を噛みしめた口元。そして、溝落ちのあたりで組まれた両腕。だいぶ不機嫌だな、それは。いつのことだったか覚えていないけれど、前に冗談のつもりで言ったことがある。いつもそんなにムスッとしていると、それが普通の顔になっちゃうよ。と。そしたら母さん、急に泣き出してしまったのだ。え？そんな姿を見るのは全く初めてのことだったので、すごく焦ってしまった。慰めればいいのか、謝ればいいのか、それとも黙っていればいいのか、それすらも分からずに、俺はただ呆然としていた。しばらくして泣き止んだ母さんはウサギみたいな目をして黙ってどこかに行ってしまった。情緒が何があったんだ。母さんが目の前からいなくなってすごくほっとしたことを今でもくっきりと覚えている。そしてほっとしたのか。そしてその時、ようやくにして俺は分かったのだった。母さんと父さんはもうダメだと。ああ、家庭環境がそんなに良くなかったのか。そんな出来事があってしばらく経って、今母さんと俺はこの電車に乗っている。母さんの実家へと俺たちを運ぶこの電車に。う、本当に眠くなってきた。朝一番に出てきたせいだ。父さんがまだ寝ている隙に、ああ黙って出てきたっていうことか。なあ母さん、俺はそっと呼びかけてみた。すると目はつむられたまま言葉が返ってきた。何？ああ起きてたんだ。俺眠いんだけど、あとどのくらい？あと1時間くらい。終点だから眠いのなら眠りなさい、アキラ。うん。さっきと名前違うよな。さっきヒロシだったもんな。うん。俺はずり落ちていた腰を引き、目をつむった。終点か。だったら安心だ。もし母さんも眠ってしまったとしても、必ず駅員さんが起こしてくれるだろう。まあ、起こしてもらう前提で寝るのもあれだと思うけど。おー、7月20日。プロローグから13日後っていう感じかな、金曜日。3、客さ、寝てたのか。終点まで。お客さん、起きてください。ん？お客さん、起きてくださいよ。終点ですよ。ん？目の前に駅員さんが着るような服を身にまとった人物が立っていた。いや、駅員さんでいいだろ、それは。なんだ、随分と気合の入った鉄道マニアだな。一部の隙もないコスプレだ。ちょっと、また寝ないでくださいよ。それに私はれっきとした鉄道員です。ん？パチッと目を開くと、さっきと同じ人物が同じ体勢で俺の顔を覗き込んでいた。マニア以外がそんな服を着るとは思えないぞ。だから、れっきとした鉄道員なんですって。ともかく、終点だから降りてください。って言ってるそばから寝ないでください。だいぶ特徴的な、だいぶ独特な寝ぼけ方だな、それは。ああ、そうか。まあでもマニアだったとしても、電車の中で駅員の格好をするっていうのはだいぶ迷惑なコスプレだと思うけどな。
ようやく頭がスッキリとしてきて、俺は正面の座席に置いたバッグを手に取った。お母さんが座ってたんじゃないですか。お母さんいないの。そして駅員さんに追い立てられるようにして外へ。久しぶりだ。いや、お母さんはよ。お母さんどこ行った。久しぶりだな。大きく伸びをすると骨がポキポキと、パキポキとなった。肺いっぱいに空気を吸い込む。うまい。と道の向こうから2つの人影が走ってくるのが見えた。すごい勢いだ。漫画的に表現すれば背後に土煙が立ち上るであろう感じ。2つの人影の輪郭がはっきりとしてきて男女であることが分かった。男女がヒーコラ走ってくる。なんとなく顔を見てみると2人揃って美形だ。2人の美形はどんどん近づいてくる。電車だろうか。俺が乗ってきた電車に乗るつもりなのかな。駅舎を振り返る。すると背中からあという男の声が聞こえてきた。男の人が地面に這いつくばっている。財布を落としてしまったらしく、地面には小銭が散らばっていた。手伝いますよ。そう言ってしゃがみ込むと、男はゆるく微笑んで、あ、ありがとうと言った。相当息が切れている。女の人はすでに駅舎の中だ。お兄ちゃん早く。あ、兄弟なのか。なんて言いながら気をもんだ表情でこちらを伺っている。兄弟か。そんなことをぼんやりと考えながらお金を拾う。ありがとう、助かりました。そう言葉を残して男の人は小走りに駅舎に入っていった。そしてあっという間にホームに消えてしまった。恋人同士に見えたけど違うのか。何か不思議な雰囲気の漂う二人だった。美形な兄弟か。普通の兄弟とは思えないような印象を俺は受けていた。もしかして禁断の愛を育んでいたりしてな。俺は乾いた笑い声を立てた。いや、お母さんどこ行った。それがずっと引っかかってるんですけど。先に行っちゃったのかな。まさかね。気を取り直し辺りをざっと見回した。景色は以前とほとんど変化がないように見えた。田んぼ、畑、緑でモコモコとした山、ゆったりとした感覚で家が建っている。昔そのままの風景。さて、そろそろ行くか。手の甲で額の汗を拭い、ずしりと重いバッグを背負い直した。やっぱり道は覚えているな。電車の中ではどうにも景色が思い浮かばなかったので少し心配していた。迷子は嫌だけれど、実際に目の前にしてみると視界に入らない部分まで含めて詳しい地図が浮かび上がった。まるで炙り出し。その地図に沿って俺はテクテク歩いている。その昔、俺が中学生の頃、俺はこの道を歩いていた。とある理由から。それと同じ理由で現代の俺もこの地にやってきた。もう察するにお母さんとお父さんが仲悪くって、で今はその喧嘩がきっかけでお父さんに内緒で、お母さん母方の実家のあるこの田舎まで逃げてきたっていう感じなのかな。両親の仲が破綻した。そういうことだろう。ただあの時と違うのは今度のは決定的な破綻であるということだ。もう修復されることはないだろう。なんせ離婚して、もうそこまで行ったのか。なんせ離婚してしまったのだから、家族が元のように暮らすことは二度とないのだ。もうその手続きは済んだ後なのか。そういや、初めてここにやってきた時俺迷ったんだよな。汗だくになってしばらくさまよったりした。あの日はすごく暑かった。そして今日も暑い。俺より一足先に実家に帰っていた母さんは早速勤め先を見つけたという。じゃあもう本当に先に行っちゃったっていう感じなのかな。ずっと気がかりだったけど急にお母さんいなくなったから。行動力のある人だよ本当。あれはしばらく歩いた時のことだった。視界の隅に俺の注意をブラックホール並みに吸い寄せる物体が飛び込んできた。くねくねとかじゃないだろうな。そういう怪異がいるんじゃないだろうな。石段だ。あ、全然違った。ただの石段だ。何の変哲もないごく普通の石段だ。だがもちろん俺は石段をフェティッシュに愛好してしまうような好き者ではない。その石段を登り詰めた先にある場所、そこがブラックホールなのだ。俺は進路を変更し石段へと向かう。神社か。あれ、急な傾斜で目の前に立ちはだかっている石段を見上げた時、俺は何か違和感を感じた。なんだろう、何かが違う。巫女さんがいるとかじゃないな。巫女さんはこの1年以内に雇われたみたいな
感じだったみたいだけど。で、時は神社って書いてるっていうことはやっぱり同じ場所かな。俺は手すりの生温かい感触を握りながら一段一段登っていく。記憶を探り、違和感のありかを探ってみるが、よくわからない。馴染み深かった石段なんだけど。馴染み深かったって一回しか来たことないんじゃないの。まあいいか。手すりを握った手に力を込める。ぐいっと視界が上がる。ほんと、急な傾斜だ。ふと背後を振り返ると、ちょっと尻込みしそうなほどの高さをすでに俺は登っていたのだった。おお、階層かな。やっと着いたか。電車に揺られること数時間。俺たちは目的地に着いた。中学生時代の自分かな。持っちゃうほど田舎だな。トイレなら草むら出なさい。いや、もったいないから俺は我慢するぞ。もうどういうこと。どういうこと。おしっこがもったいないの。それともこの田舎の景色を怪我したくないっていうこと。おかしな子ね。俺はぐるっとあたりを見回した。俺はここにやってくるのは初めてで、見るものすべてが珍しい、うん、じゃあ中学生ぐらいの頃かな。こんな自然に溢れた場所を俺は今まで知らなかった。ここが母さんの田舎か。家、アパートまでどれくらいなの。母さんの母さん、つまり俺の祖母がそこの管理人をしているのだ、うんうん、1時間くらいかしらね。うわ、かなり遠いんだ。ま、田舎なんてそんなものよ。そんなことをつぶやきながら母さんはもう歩き出している。俺は慌ててその後を追った。でさ、俺がこれから破天荒な学生生活を送る予定になっている学園はなんて名前だっけ。前を向いたまま母さんは答えた。私立立花学園。立花学園ね。で、予定はいつまでなのかな。母さんの横顔が少し険しくなった。怒ったって俺は言うぞ。言ってみなさい。さらに険しくなる。うー、怖いな。引っ越しが決まった時からずっと気になっていたんだ。要するにだ、家にはいつ戻るつもりなの。すると母さんはピタッと歩みを止め、きつく俺を睨みつけた。アキラ、あんたあの家に戻りたいの。いや、それは正直これで毎晩夫婦喧嘩を見なくて済むのだと思うと気が楽だ。でもそれだけの理由で友達と別れたいとはやっぱり思えない。この夫婦喧嘩っていうのはどっちに非があるんだ。どっちも悪いものなのかな。それともお父さん側に非があるっていう感じなのかな。その辺がちょっとよく分かっていないから何とも言えないけど。でも両者に非があるんだとしたら、息子を巻き込むっていうのはちょっと親としてどうなのって思っちゃうけど。まあそれで、まあね、離婚して母方の実家に息子を連れていくっていうのは仕方ないかもしれないけど、睨みつけたりだとか、あからさまに機嫌悪くなったりとかっていうのはちょっとどうなんだって思うけどな。アキアだって嫌がっていたでしょ、母さんと父さんが喧嘩するの。そうだけどさ、それ主人公は関係しているの、その喧嘩に。だったらここに住むのも悪くないじゃない。なんかこれだけを見るとお母さんも結構自分勝手だなっていう風に見えちゃうんですけどね、うん、ただまあその喧嘩の内容がどういうものなのかが分かんないからどうとも言えないっていう感じではあるけど。それに母さんについてくるのを選んだのは選んだのはあんたでしょう。まあね、確かに選んだのは俺だけど、選べと言われた俺の身にもなってほしいもの。そうなるよな、普通に、うん、この地に骨を埋める気。さあね、どうかしら。俺はやっぱり戻りたいんだけど。うるさいわね。だったらあんただけ戻りなさい。もうここまで来たら戻る金あんの。母さんは構わないから。すごい EV ん、すごい口ぶりだな。それで話は終わりと思ったのか、母さんは再び歩き出した。でもこれ中学生の頃の回想でしょ。中学生ってそんなね、精神的に成熟しているわけじゃないから、それで家庭環境が悪くって、しかも親にこんなこと言われて、それいいのって、結構僕は深刻に捉えますよ、そういうのは。俺はその横に並んで言葉を投げつける。早く仲直りすればいいじゃん。そうすりゃすべてがオッケーなの。いや、ま、この発言はこの発言で、ちょっと親に対する配慮をかけて言うと思うけど。ピタ。という擬音が聞こえてきそうなほど、ピタリと母さんの歩みが止まった。そしてくるり。という擬音が聞こえてきそうなほど、くるりとこちらを振り向く。その表情を見て、俺はやばいと思った。本能的とも言うべき反応で、半歩後ろに下がる。けれど母さんは、一歩こちらに詰め寄った。
だったら、だったらさっさと帰ればいいじゃないの、一人で。バン。擬音ではない本物の音がして、俺の手からバッグが叩き落とされた。そして、肩を怒らせた母さんの後ろ姿がどんどん遠ざかっていく。あ、念力を送ってみる。母よ、止まれ。だがそれは届かなかった。ふう。念力を照射してみる。バッグよ、持ち上がれ。俺はのそのそと地面のバッグを取り上げた。母さんの機嫌を損ねてしまった。子供に、ねえ、親の機嫌を取らせるって、なんか今のところろくでもねえなっていうふうに思っちゃうけどな。まあ、主人公は主人公でちょっと空気読めない雰囲気もあるけど。ああなったらしばらくそっとしておくしかない。って、待てよ。考えてみれば俺は道を知らない。下手すれば地球を一周してしまう。俺は急いで母さんの後を追いかけた。左右見回してみる。そして俺は分かった。迷子になった。道案内になりそうなものを探してみる。もっとも俺は住所さえ知らないのだが。なるほど、北はあっちか。太陽に目をやりながらそうつぶやく。しかし世界地図レベルでの道案内を探そうとしてどうしようというのだろう。俺が目指しているのは北極じゃない。とにかく母さんを見つけよう。きっと血のつながりが俺を母さんの元に導いてくれるだろう。そんなことを言ってる場合か。真夏の炎天下だぞ。俺と母さんは実は他人でした。え、そうなの？え、何今の？どういうこと？何今の？めちゃめちゃ不気味だったんだけど今の。何？ふう。一体どのくらい歩いたのよ。いや、さっきの何？時計を持っていないから時間がわからない。ただ日はだいぶ傾いていた。痛い。肩を苛むバッグが恨めしい。足なんてピノキオも真っ青な棒っぷりだ。この硬い足なら人間ジャンボになれそうだ。何人間ジャンボって。いや、そんなことよりさっきの一文がめちゃめちゃ不気味なんですけど。よし、地球を背負ってやろうなどと言いながら地面に大の字に横たわる。この村での車との遭遇率は多分 UFO 並みだ。なんだ、意外と軽いじゃないか。ギャグという太鼓を叩くが、俺の心は一向に高揚しない。ジュース飲みて、喉がへばりついている感じだ。さっきから自動販売機の一つもない。地元の方ならいくらでも身につくのに。駅の前には自販機があったが、もう道を忘れてしまった。迷子の心細さをこの年になって味わうなんて思いもよらなかった。さてどうしよう。いつまでも寝ているわけにもいかない。俺はのそりと立ち上がり歩き始めた。さっきの一文は何だったんだ。内容はまあ意味深だなっていう、僕と母親は他人でしたっていう、ちょっと意味深だなっていう感じではあるけど、急に脈絡のない一文が来て、でまたスッと戻ったから、それがめちゃめちゃ不気味に感じたんですけど、意味が分かんなくて。グア、そろそろ日が暮れそうだ。山と太陽ががっちりと握手しそうな気配。やばいな。そして俺は未だにさまよっている。のたれ死にという言葉が頭に浮かんだ。これは本当に命に関わる問題なんじゃないの？死ぬときは畳の上で死にたかった。まあ、でも日が暮れたら暑さはしのげるか、ある程度は。電話がね、交番がね、自販機がね、テレビもね、ラジオもね、この文章がなかったらもう僕は自発的にこの二つ言うところだった。たく、どうすりゃいいんだ。とにかくすごい疲れている。どこかで一休みしたかった。ん？視界の隅に石段が映っていることにふと気がついた。神社か何かか。神社なら可愛い巫女さんが俺を解放してくれるかもしれない。そう考えて俺は重たい足をそちらに向ける。暗いな。両側にそびえる林の木々が夕暮れ時の薄闇を濃いものにしている。風が出てきていて草がわさわさと揺れる音が聞こえてくる。ところどころに浮かぶ苔。擦り切れた石。不気味な感じがした。引き返そうか。けれど、それも負け犬のような気がした。俺は石段にかけた片足に力を込めた。中ほどまで登った時のことだった。音が聞こえてきた。何かの音。風の音じゃない。
揺れる草の音じゃない、鈴の音、虫の鳴き声でもない、一体と、また音が今度は少しくっきりと聞こえてきた。甲高い音、それが引き絞られて小さくなっていく。そしてまた高い音、なんだぞくりと背筋に何かが走った。え、俺は幽霊なんて信じないけれど、でもこの雰囲気、俺を誘うように草がわさわさと揺れている。俺はそっと石段を登っていった。おお、これは現代というか現在なのかな、改装が終わったっていうことなのかな。まあね、プロローグでもあったような、その鈴の音が鳴ってきて、そこに現れた女の子っていうのをまた見たのかもしれないですけどね、こっちの主人公も。カラン、何か鈍い音だな。もうちょっと甲高い音がするかと思ったけれど、俺の手はチクチクとする綱を掴んでいる。その先には周囲の光景をぐにゃりと反射する鈴が。綱を軽く引っ張る。カララン、鈴から鈍い音が聞こえてきた。何かつまらないような気分になって、俺は賽銭箱の前から離れた。神社には誰もいなかった。もしかしたらという期待があったのだけれど、もしかしたら会えるかなと。昔よく一緒に遊んだ女の子たちがいた。二人の女の子、それに俺を加えた三人のお気に入りの場所がここだったのだ。ざわざわと林が揺れた。ミンミンとセミが昭和している。あの夏に感じた夏が今ここにもある。神社は昔と変わりなくそこにあるのだった。けれどあの三人はもうここにはいない。さてどうしようかな。おー、選択肢か。その女の子、二人の女の子のうちの一人はあの巫女さんではないのかな、どうなんだろうか。まあとりあえず一旦セーブしましょうか。はい、一旦セーブをつけました。さてどうしようかな。もう行く、もう少しこの場所にいるとありますが、もう少しこの場所にいるを選択してみようかなと思います。あの例の巫女さんと遭遇できるのではないかと踏んでいるんですが、少し休んでいくか。俺は社に近づくと賽銭箱の前の段に腰を下ろした。バッグからジュースを取り出す。大きな駅で乗り換えた時に買ったペットボトルだ。ここら辺では自販機なんてないので、こういった用意の周到さが必要になってくる。乾いた喉にジュースはひどくうまかった。以前村を訪れた時に喉が渇いて死にそうになったことが教訓になっていた。よく死ななかったよな。ジュース片手にしばらくぼんやりとしていると、ふと社がすごく綺麗なことに気がついた。へえ、賽銭箱や床を指でさすってみても指先には塵一つつかない。意地悪なシュートもははあとひれ伏しそうだ。そう思って改めて見てみると境内全体もきれいにされているのだった。ゴミやクズの類が全く落ちていない。片隅にある金網のゴミ箱も中身は空にされている。あの巫女さんがやってんのかな。これはこの神社を世話している人間がいるんだろうな。つまりこの神社は人から忘れ去られた場所ではないってことだ。そう考えると少し嬉しくなった。ここは俺にとっては思い出の場所だ。だからいつまでも残っていてほしい、そう思った。そうだ、せっかくだから願をかけよう。今の浪人生活から来年は抜け出していますようにと。俺は早速立ち上がると賽銭箱に向き直った。考えてみればこの神社に手を合わせるのはこれが初めてのことだった。そういや作法なんて知らないんだよね。ま、適当でいいか。とりあえず手を叩く。心の中でむにゃむにゃと願いをつぶやく。そして鈴を鳴らした。カララン、ガシャン。何かが目の前を落下したかと思うと賽銭箱にぶち当たった。金が落ちた、鈴が落ちたっていうこと？コロコロ、歪んだ光景をあたりに振りまく球体が地面を転がっていく。あ、しばし呆然。見上げるとあったはずの鈴がなくなっている。はっと我に返り、俺は鈴の元へと駆けっていた。それはすでに歩みを止めている。参ったな、まさか鈴が落ちるなんて。これは受験に失敗するという暗示か。ま、それはともかく、俺は地面の鈴を持ち上げた。意外に重い。いや、そういうこと言ってる場合か。これどうしよう。1、スタコラ、スガモプリズン。ああ、そういうことね。捕まるっていうことね。逃げて捕まるっていうことか。ごめんなさい。懐かしの家。懐かしの家は何？1を選んだ俺は今すぐ死ぬ。
そして俺は死ぬべき人材じゃない。神社の管理人とかどっかにいないのかな。ともかく目に見える範囲には誰もいない。社の裏に回ってみたりしたけれど誰もいなかった。急に穏やかなどこにも誰もいないのか。辺りを見回すと神社の横に道が伸びているのに気がついた。あれは記憶がよみがえる。あの道はこじんまりとした池につながっているはずだ。そしてそこをさらに行けば裏山。よし、池に行ってみるか。どれぐらいの期間中学生の子をここに滞在していたんだ。石段よりさらに暗い小道を通る。その先は開けていて上空から光が差し込んでいる。まるで別世界のような明るさ。別世界。ふと思い浮かんだ言葉は池に投げ込んだ小石のように俺の心に波紋を呼び起こした。この道を歩く俺はどこか日常とは違う場所へと行こうとしているのかもしれない。そんな妄想が浮かんだ。おお、あの巫女さん本当に会えたあ、なんとなく誰もいないだろうと思っていたのだけれど、いた。この巫女さんがそのかつて二人でっていうか、女の子二人で自分を含めて三人で遊んでいたっていう、そのメンツの一人なんじゃないかと踏んでいるんですけど、あの、と声をかける。え？俺は薄暗い小道から光の世界に飛び込んだ。こんにちは。何か？あのプロローグで見た巫女さんと同じ巫女さんだよな。少女は不思議そうな顔で小首をかしげた。と少女の視線が俺の手にある鈴に向けられた。あら、それ…実は…だが俺の言葉を遮るように少女は無言で手を差し出した。反射的に俺はその細いとした白い手に鈴を乗せた。すると少女は鈴を大事そうに抱えて境内へと行ってしまった。少し不愛想な感じがした。なんか言えよ怒ったのだろうか。薄暗い小道をぼんやりと眺めながら俺は少女が戻ってくるまで待っていようと決めた。互いになんか言えよ数分経って少女が小道を歩いてくるのが見えた。手には鈴を持っていない。俺はそちらへと走り寄っていく。あの、まだ何か？なんか可愛いキャラクターだなんかこの巫女さん。いや、まだ謝ってもいないと思ったからね。壊しちゃってごめんなさい。ペコッと頭を下げる。すると少女は小さく手を振った。顔には闇のない笑みを浮かべている。いいんですよ、そんな。あれはもともと外れやすくなっているんです、少女はちらりと背後を振り返った。あまりお参りする人なんていないからつい放っておいちゃうんですよね。そういうことか。直せよって思ったけどそう言って罰が悪そうに小さく舌を出した。そんな表情を見ると最初に受けた不愛想な印象は跡形もなく消え去っていた。お参りにいらしたんですか？お参りはお参りだけど牛の国参りだ。まあ、つぶらな瞳で驚かれと心苦しい。あ、これでも今は牛の国じゃありませんよ。これは心の声かと思ったら言ったセリフか。その時、その時刻だったらよかったのだろうか。いや、ごめん、ほんのアメリカンなジョークでした。へえ、アメリカにも牛の国参りはあるんですか？この人冗談は伝わんないみたいだな上品で可愛らしい巫女さんだと思ったが、いや、俺に聞かれても。そうですね。まあ、そういうところがまた可愛らしいけど。二人して難しい顔する。もう主人公ドスベリだな滑り散らしてるな。しかし裏若き男女がこんなことで悩みたくない。いや、ごめん、本当は神頼みってやつ。まあ、ちょっとした願いかな。本当はどっちも切実な願いだ。だがそんな俺の事情を知らない彼女は涼やかな声で、そうですかと言った。そして彼女は優しげに目を細めるとこう言ったのだった。きっと願いは叶いますよ。もう終わった終わっちゃった願いを聞かずに願い叶いますよっていうことは結構興味ないんだなっていう風に思っちゃったけど普通に神社から出ちゃった。願いは叶いますよか。まあ、気休めというか社交辞令というか、巫女さんとしてはそう答えなければならないのだろう、そう思った。そう分かっていても嬉しかった。まあ、そうだよな。それにしてもさっきの巫女さんどっかで会ったことがあるよね。だからそれ昔の
遊び仲間なんじゃないの。だが残念ながら俺の人生に巫女さんフラグが立ったことは一度もない。だが昔は巫女さんじゃなかっただけで、巫女さんの知り合いなんていないはずだった。うん。頭の中でぐるぐると巡る、顔を追いかけながら俺はのんびりと歩いたのだった、うん、歩いていると前から女の人がやってきた。そしてなぜかこちらをじっと見ている。なんだろう。居心地の悪さを感じ俺は目をそらしたと、女の人がスタスタとこちらに歩み寄ってきた。誰だ。こんにちは。また知らない人。ひょっとしてこの人が、あなたがその昔の遊び仲間のもう一人。あ、こんにちは。にっこりと微笑み、頭を下げてきた、またなんか田舎っぽくない格好をしているけど、とりあえず俺もそれに応じる。田舎の人間は人懐っこいのだろうか。いいお天気ですね。だいぶ気さくですね、みんな。そうですね。こんないい天気の日は、世の中のすべてが愛おしくなりませんか。どうした急に。急にどうした。知り合いではないのか、もし知り合いでないんだとしたら急にこんなことを言ってこられたらちょっと怖いかもしれない。何なのだろう、怪しげな宗教か何かが。うん、そういう怖さある。関わらない方が良さそうだな。あ、それじゃあ自分はこれで歩き去ろうとする。あ、待ってください。はい。背後から声が聞こえてきて、俺はしぶしぶ振り返った。何です。私の名前は千夏です。千の夏、いつまでも同じ夏を巡るものと覚えてください。何急に名前を名乗って。いや、私ですよ、千夏ですよ、覚えてますかっていう感じかと思いきや、その後、同じ夏を巡るものと覚えてくださいっていう完全に初対面の人用の自己紹介だから、何なんだ急に。はあ、名前は大事ですからね。まあそうだけど。千夏と名乗る人物はにっこりと笑った。悪い人ではないらしい。そして同じ夏を巡るものっていう覚え方も結構癖あるけどな。ともかく俺の方も名前を名乗った。俺は風間です。首をかしげ風間と小さくつぶやき、千夏さんはこちらに向き直った。風間さん、先ほど神社の巫女さんとお会いになりましたね。はい。見てたんですか。思わず眉を潜めてしまうと千夏さんは首を振った。いえ、実は私はあの方とは面識があるんです。ああ、じゃあ本当にそのかつての遊び仲間なんじゃないの、あなたも。はあ。それで誰か町人がいるとのことでしたので、もしかしたらそれが風間さんかなと。ああ、いや違うでしょう、なんせ今日会ったばかりなんですから。お互いに名前にピンときてない感じはあるから。そうですか。つぶやきひどく残念そうにうつむいてしまった。わかりました、呼び止めてしまってごめんなさい。では失礼しますね。はい。ペコッと頭を下げ千夏さんは去っていった。何が起きてんだ、何だったんだ。首をかしげながらその背の高い後ろ姿を見送る。一体何を言いたかったのやら。うん。ふう、やっと着いた。目の前には懐かしの家、今日からは我が家になるがあった。ああ、アパートなんだ。玄関の前に立つとに手をかけたところで旗と動きを止めた。合鍵なら持っているが、このまま開けるよりもインターホンをした方がいいのだろうか。いくら我が家と言っても前に来た時からかなりの時間が経っているしな。インターホンを押すべきか。でもそれも他人行儀な気は。まあ、とりあえず押したらいいんじゃないな。迷うぐらいなら。しばし悩んでいると突然扉が開いた。わ、熱湯に触れたように手を引っ込める。戸が開いたその先にいたのはミイラ。誰がミイラじゃ。うわ、怪奇現象。こりゃ冗談も大概にせんか。どうもお久しぶり、ばあちゃん。ばあちゃんか、じいちゃんかと思った。俺はペコッと頭を下げた。数年ぶりに会うばあちゃん、前とほとんど違いがない。何を言うておる。ついこないだも来たじゃん、嫁に追い出された謎を解いて。まあそうか、回想シーンだったかどっかでも言ってたな。うん、母のお家に来たみたいなこと言ってたから、じいちゃんではないわ、そりゃそうか。は？また喧嘩でもしたのかい、道春。そんな前はおじさんの名前だぞ。は？ちょっとばあちゃん、俺は。まったく、夫婦が喧嘩ばかりしてどうするんじゃん。まさか、ボケたっていうこと？嘘でしょ。
当たり前じゃ。ばあちゃん嘘はつかん。嘘はいかんといつもいつも口を突っぱくして言っちょるじゃろ。すると突然、ばあちゃんは高らかに笑い出した。かっかか、冗談じゃ冗談。久しぶりじゃな、アキラ。だいぶ立ちの悪い冗談だな。なんだ、やめてよ、ばあちゃん。ばあちゃんの場合、冗談にならないんだから。そうね。あ、まあ、こういうことも言うもんじゃないと思うけど。嘘かどうかは分かりにくいからやめてくれよ、そういうの。どういう意味じゃ、たく口の減らない子じゃの。で、どっか行くの？うむ、医者にな。ああ、リュウマチか。まだ通ってるんだ。もう一生治らんわ。それじゃ、ばあちゃんはもう行くからの。うん、行ってらっしゃい。その背中が、少し寂しげだった。なんで？一生か。ただいまと。誰もいない家に向かって声をかける。結構広いな。昼間は母さんは仕事だった。あ、そうなんだ。ぐわ、疲れた。俺はバッグを放り出す。そのまま床にへばり込んだ。ふわ、眠。あくびがでかい両手となって、俺の口を押し広げる。ダメだ。こんなことでは。勉強しないと。っていうか、お母さんは電車から降りるなりすぐ仕事に行ったの。すごいよな。勤め先は見つけただのなんだのが言っていたけど、まさかもう働いてんの。しかし、眠い。そうだ、30分だけ寝よう。よし、携帯の目覚ましを30分後にセットしてと。グー。おー、夢か。心配なことがあります。いや、違う、これ。さっきと同じく、別キャラの視点か。心配なことがあります。それは、お父さんとお母さんのこと。ん？私の手には、ページの開かれた小説があります。黒い文字がぐるぐると踊っているような気がして、なんだか読むことができません。小説をパタリと閉じると、自然とため息が漏れました。声は女性だったから、あの巫女さんなのかな？どうなんだろう。一体いつ頃からだったでしょうか。家の中で笑い声が聞こえなくなったの。家庭環境が主人公と似ているっていう感じなのかな。さよちゃんも私も家に帰ると自分の部屋からほとんど出ません。二人で喋っていたりするとお母さんが、うるさいと言って怒るから。別に大声で喋ったりしてないのに。四人家族が一つ屋根の下に住んでいるのに、お互いが喋ることはほとんどないのです。だから、私の家には会話がありません。家の中はとても静かです。静かな空気は耳を圧迫してくるようで、とっても苦痛です。とっても苦痛で、だから耳を塞ぎたくなるけれど、そんなことをしてももっと静かになるばかりです。でも、うるさくなる時もあります。それは、お父さんとお母さんが喧嘩するとき。普段は静かなのが嫌なのに、その時ばかりはうるさいのが嫌です。耳を塞いでも、きつく塞いでも、音は耳の中に飛び込んできます。その音は私を泣き虫にさせます。ついさっきも泣きそうになってしまいました。だから神社にやってきたのです。一人きりです。さよちゃんはいません。さよちゃんは何者だ？妹かな？私は閉じていた本を開きました。文章を追いかけます。けれど文字が頭の中に入ってきません。やっぱり文字は、ぐる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 、ページを巡っているようです。さよちゃんがいけないんです。さよちゃんが約束を破ったから。さよちゃんと、喧嘩をしてしまいました。昨日は私がベスのお散歩をする番だったのに、さよちゃんが連れて行ってしまったのです。ベスは、あかねちゃんが飼っている犬です。もうどんどん知らない名前が出てくるけど。さよちゃんも私も、もちろんあかねちゃんも、ベスのことが大好きで、だから三人で、交換で散歩に行っています。私は、そのお散歩がとても楽しみで、なのに、交代でか。人行きの神社はとても静かで、だから早く仲直りしたいです。でも、私から謝るのは変だと思います。だって私は悪くない。ああ、いけない。また、涙が出てきそうです。普段なら、神社にいると気が晴れるのに、今日はそうはいかないみたいです。目をギュッとつむると、涙が目尻から溢れ出しました。喉の奥が詰まったような気がして、鼻がツンとします。最近ではもう慣れてしまった感覚。
その時でした。頭の上から声が降ってきたのです。なあと。私は驚いて慌てて顔を上げました。するとそこには男の子が立っていました。これが主人公アキラ。私の顔を見下ろしてどこか心配そうな表情です、うん、おー。そして次の日だっけ、7月20日だっけ、だよな。おー、なんか話し言葉ではなく文章言葉、書き言葉なのが、妙にこう感情を煽るような、感情を揺さぶってくるような感じはありますけど。なるほど。まあ、多分巫女さんの話だったとは思うんで、巫女さんの視点だったとは思うんですけど、何やら巫女さんも巫女さんで訳ありというか、主人公と似たような家庭環境で、で、主人公は主人公で同じような家庭環境を持ちながら、その巫女さんがいた、一人で寂しく小説を読んでいた神社にやってきた。で、そこで二人が仲良くなって一緒に遊ぶようになったっていう流れなのかな？ここまでの話を見てみると。